ラモンバイクスのラモン村田です。今回はリフレッシュということで、ブレーキの清掃とチェックをしていこうと思います。今回、メインでチェックするのは、こちら、フォーカスのイザルコマックスですね。見ての通りリムブレーキです。ホイールのリムを直接掴むタイプですね。すごく汚れが溜まりやすいので後ろから、やっていこうと思うんですけど、フロントも基本的にはやり方一緒です。で、まずはアジャスターを開きます。そうするとここの初期位置が少し開くので、ここにスペースができます。タイヤにですね、まあボロ雑巾を受けてもらってちょっとこう中に入れます。でもう今回ちょっとパーツクリーナーでバンバン飛ばしていっちゃおうと思います。だからもうバンバンいっちゃいます。間に挟まってるものとかね、結構出てきますね。本当はあのホイールとかも外してやった方が、全部きれいになるんですけども、簡単にやるんであればこれぐらいでいいと思います。アジャスターこう動かしてみてですね、ジョリジョリいってるようだったらそこをちょっと重点的にクリーナーをかけて、握った時に結構またジョリジョリいってるのが分かると思うんですけど、ブレーキ握った状態でこの隙間に一回終わったら潤滑油ですねを拭きます。基本的にはこのメタルの擦れる部分ですね、徐々に言わなくなりましたね。潤滑油拭く際ですね、このブレーキシューとリムの間にその潤滑油が入らないようにだけ気をつけてください。あのブレーキここの摩擦で止めてるんで、ここ滑ってしまうとですね、まあ、ブレーキ効かなくなっちゃうんですね。ブレーキのチェックポイントなんですが、このシューの、厚みを見てもらいたいですね。新品でこれだけ厚みあります。で、ちょっとねこれはやりすぎなんですけど、がっつり減るとこんな感じです。もう比較してもらうとこれはもうやりすぎですね。雨の日に走った後、特にその長距離雨の中で走った後は要チェックです。雨の日ものすごい削れます。速度の制御ができなければコントロールは当然無理なので、でご自身が怪我しないのも大事なんですけど、周りに怪我させないっていうのもねすごく重要なポイントになってくるんで、なるべくこまめにこのゴムの部分だけで変えられますので、変えてもらえればと思います。あと、まあ、センターを合わせておく必要があるんですけども、もう車体の真後ろから見てもらって、これ今片側当たっちゃってる状態です。ブレーキレバーをですね見ながら握っていくと、どっちかが先に当たるみたいなのが極端な場合すぐ分かるんですよ。そしたらそれに合わせてちゃんと合わせてもらって、でブレーキは、終了ですね。フロントに関してもほぼ一緒です。面倒くさいからやらないわけではなくてほとんど一緒です。はい、そのままやっていただければ大丈夫なんで、頑張ってください。はい、次に、最近増えてきたディスクブレーキですね。これあのブレーキパッドです。これが、左右でローターを挟んでですね、ブレーキをかけてるんですけども、こっちが新品です。でこっちががっつり減ってるやつなんですけども、厚みをですね見比べてもらうと分かりますかね。もうね、半分以下になってるのね。構造としてはですね、まあ、これが一対になっていてこう、こうローターを挟むわけです。まあ、ステーコーで止めているという形になるんですけども、この摩耗する部分なくなるとどうなるかというとですね、このここの土台で押しちゃうんですね。この部分、まあ、例えばスチールとかのパッドのベースでこう挟んでですねゴリ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 削っていくとローターがどんどん痩せていきます。ローターもこれ痩せていくと割れるので、これ走ってる時に割れるとかもう怖すぎるんで、
まずはパッドですね。パッドの減りが、行き過ぎてないか、もうあの正面からですね覗いてもらって、パッドがどれぐらい残ってるのか見づらかったらこんな位置を変えてですね、あもうこれ全然残ってないですよ、これもう要交換っていう感じです。はい、では、こんな感じで、ブレーキの方を今日やってきたんですけども、まあ、またあの、ね、ポイントの部分を重点的にという形になるんですけども、まあ、よければチャンネル登録をしてまた見ていただければと思います。よろしくお願いします。